第102回全国高校サッカー選手権は、2023年12月31日に2回戦が行われた。神村学園、鹿児島は松本国際、長野に2対0で勝利し、前回大会に続く3回戦進出を決めた中、連携団に海外も脚光を当てている。前半8分だった。U から17日本代表 FW 縄田が空を要する神村学園は、自陣右サイドから攻撃を開始。4人のダイレクト連携でハーフウェイラインまで突破すると、MF 荒垣陽生から中央のスペースへと抜け出した FW 西丸道陣へ。ペナルティーエリア内へ入ったところで中央の縄田へと折り返し、見事なゴールが決まっている。神村学園は前半24分に DF 有馬孝太にも得点が生まれ、リードを守って2対0の完封勝利。3回戦へと駒を進めた。世界のサッカー情報を発信しているアウトオブコンテキストフットボールの公式 X、旧 Twitter でも神村学園の先制弾に脚光を当てた。見事な連携を披露したプレーに海外ファンからも、ミランよりも良いサッカーをしている、マンチェスターユナイテッドより上手い、なんてチームなんだ。素晴らしいチームプレーだ、美しい、と賛辞が集まっている。